絵ってその僕が死んだ後もずっと残るものじゃないですか。その時の瞬間的な発想でやったんですよね。お返しにその歌ってくれた時は染みましたね。変わりたくて参加したっていうのはそれでかいんですよね。自分の中ではこう実際体験して参加して思うのは、あの変わる部分も大事なんだけど、まあ、変わらない部分もものすごくそれ以上に大事っていうのに気づいて、それは気づかせてくれたのはものすごく萌子さんでもあるし、その参加者でもあるし、あのそれはすごく大きい体験でしたね。はい、もともと用意してた必殺技っていうか、もともとこうどんな女性が来てもこれこういうことを振る舞いをしたら口説けるっていうのはダメな気がしたんですよね。どっちかっていうとその場で考えて現場主義でみっともなくてもいいから失敗してもいいから、その場で考えたねっていうその部分を多分見たいんじゃないかなと思ったんで、なので現場主義で何か考えようっていうのはもともと思ってたんですよね。でその時に冠にした花っていうのが沖縄にしか咲いてない花で、現場でも本当にわずかにしか咲いてないところだったんですよね。なのでそれを活用することによって、多分彼女の故郷でもあるわけだから、何か思うことをメッセージになるんじゃないかなと思って、あのまあその時の瞬間的な発想でやったんですね。届いてよかったと思います。参加者の中で北原くんは特になんていうんですかね、まあ自分が心細い時だったりとかプレッシャーに感じてる時も、そのドアの向こう側でね、彼の笑い声が聞こえたりとかするとすごく救われて前向きな気持ちになりましたね。でもう一つはローズですね。で沖縄で同じ部屋だったんですよ。でその時に夜、あの杉ちゃん俺 の, あのデッサン書いてって言われてプレゼントしたんですよ。書いてでお題はどうするみたいな話になって、あだったら歌歌ってって言って、生歌で僕の好きな曲をリクエストした曲をお返しにその歌ってくれた時は死にましたね。まあこうくんかなと思いますね。はい、まあ、コウ君といえばもうね、あのイケメン でお仕事もものすごく頑張っておられて、で、肉体的にもものすごく自信があって、女性からしたら魅力的だと思います。どんな女性からしても魅力的だと思います。でも僕が思う彼の魅力ってそれだけじゃなくって、その臆病さです。臆病だから努力するし、臆病だから人のことを考えるし、思いやりが生まれるし、魅力的になっていくんですよ。彼のその弱さが最大のその色気なんです。大奥君が脅威に思うのはそういう部分。彼女をこうポーズ撮ってもらって描くときに、そのまあ、目が合うわけですよ。で目があって、でこっちに大きな窓があるんですよ。で海が映ってたりして、でその窓が目に反射して、あのいつもよりも光ってるわけですよ。で涙が出たりするんですよね。あの場面だったりあの瞬間だったからこそできる表情っていうか、その、まあ、モチーフって言ったらあれですけど、モデルなんていうんですかね、その瞬間をなんとかとその時間を止めたいっていう書き留めたいっていうふうには思いました。そうですね、やっぱりその後で絵ってその僕が死んだ後もずっと残るものじゃないですか。でその絵を見た時に何が起こってたのか、どういう場面なのかっていうのが分かるといいですよね。で完成した作品のその 目だったりとか部分を見ると、その時にあこうだったからこう書いてるねっていうのが分かるようになってるんですね。いろんなメッセージが込められてはいるので、美術史に残るとか売れるとか売れないとか関係ない意味で非常に貴重な作品にはなったと思います。